大戦の先陣を切るは、無論パルームの騎士たち、勇者が率いるフィアナ騎士団。フィアナ騎士団、出るぞ。遅れを取るな。一番槍は我らだ。状況報告しろ。攻撃回避、攻撃回避。勇猛たる騎士、騎馬ともに損害なし。あの閃光をかわした、なんてやつだ。なんという先読みを。あのパルームは未来でも見えているのか。だがこれで勢いづく。あの油断を前に他の戦士たちにも完全に火がついた。我々も行くぞ。フィアナ騎士団にできて、このゴール騎士団にできることなどありはしない。ダイール、バリファ、そしてラザル、部隊を任す。陽動の任、全うしてみせろ。了解、お任せください。我ら獣人も出る。あとは任せたぞ、ドワーフ、アマゾネス。おお、行ってこい。敵の熱戦からせいぜい逃げ延びてみせろ。骨は拾わん。私たちが止まるのはバロールを撃った時のみ。始まった、大いなる戦いが。ここが人類史の岐路。もはやブーン超級は祈りません。求めるのはただ一つ、どうか勝利を。魔物の海、接敵します。構わな、駆け抜けろ。来るぞ。避けろ。威力だ。有利の旦那、獣医の部族が丸ごと吹っ飛んじまった。やはりあの魔物を撃たない限り我らに勝機はない。戦士たちの死を無駄にするな。必ずや本体をあの化け物の元へ届ける。破壊力は凄まじい。だがやはり敵の閃光は一発しか撃てない。フィンがあらかじめ伝えていた情報通りだ。これだけの数の陽動がいれば照準も分散する。砲撃の間隙を縫えば私たちも本体も大峡谷に接近できる。魔物の大軍は厄介極まりないが、なあ、失せろ。見えるか、
ラザル。はい、ゴール団長。あれが。弾丸の王、バロール。なんて巨体だ。そして、まがまがしい。醜悪という言葉すら奴を評するには生ぬるい。大強国を背にしている。文字通り、あの巨人が大穴を守る門番か。なんだ。光がバロールの艦船で何反射。小僧、下げろ。乱射だ。加速、全速力だ。離脱しろ。陽動部隊の半数が消し飛んだ。化け物。